ウルティマオンラインは他人数同時参加型、オンラインロールプレーングゲーム。ネットワーク RPG の始祖の一つと言われる。リチャード・ギャリオット。プロデューサー現役時代、ゲーム中では、ロード・ブリティッシュのキャラクターで参加していた。本作は、ウルティマシリーズのプロデューサー、リチャード・ギャリオットが指揮を取り開発された。ギャリオットが共同創設者の一人であり。 1992年よりエレクトロニックアーツ社による制作である。2000年にギャリオットは OSI 社退職の形でプロジェクトを離れ、また2004年に OSI が親会社に吸収され、現在は EA 社が制作、販売を行っている。日本国内のサポート、運営は EA 社の日本法人であるエレクトロニックアーツ株式会社が担当している。 初期の段階で様々に試みられた商用 MMORPG において最初の成功例であり、またゲームシステムとしての完成度を示した作品でもあった。その後のオンライン RPG の発展に与えた影響には計り知れないものがある。日本でも大きな成功を収め、現在では日本人ユーザーが 利用者の半数近くを占めている米国で1997年9月24日発売開始。日本国内では1997年10月発売し、接続状況のあまり良くない海外サーバーでのみプレイできたが、あとの1998年9月より日本サーバーの運用が開始された。最大の特徴は特に開発初期においてオンラインマルチプレイを前提とした。 ワールドシミュレーターを試行してゲームデザインが行われたことである。広大なワールドマップにスキル性成長システムの草案、さらに生産システム、派閥戦争のサポート、殺人及び殺人者の討伐を成立させる独自の対人戦システム、本格的な家建築等々、今日の MMORPG に含まれるあらゆる要素の多くがこのゲームによって確立され、 現在でも自由度において本作を超える完成度を持ったタイトルは存在しないと言われている。本作はレベルベースの成長システムを持つ戦闘だけを目的とした MMORPG とは異なり、一回の冒険者から服屋や大工、果ては、スリや凶悪殺人鬼までありとあらゆる職業をロールプレイすることが可能である。ウルティマオンラインのストーリーは 本家ウルティマシリーズの一作目ラスト直前から始まる。かつて邪悪な魔法使いモンデインが、不死の宝珠の中に、後のブリタニアとなる、ソーサリアの世界を封印し、思うがままに支配していた。しかし、一世界から召喚された勇者によりモンデインは、討伐され、不死の宝珠も粉々に砕かれたが、モンデインの力は、消えることなく、 砕かれた破片の一つ一つにも独立したソーサリアが存在することとなった。ウルティマオンラインにおいて一つのゲームサーバーのことをシャードと呼ぶのはこのためである。シャードにはいくつかの平行世界が含まれている。これらの平行世界は破片の面に例えてファセットと呼ばれている。魔法、もしくはムーンゲートによりファセット感を行き来することが可能である。時代設定としては ウルティマへの直後の世界ではあるが、これまでのウルティマシリーズ及び後年に追加された設定も盛り込まれている。例えば、派閥の一つであるミンクスはウルティマ2の設定であり、その後のエクソダスとそれに関連するイベントなどはウルティマ3に橋を発する。それぞれは平行世界ではあるものの、シャードによっては世界の状況が全く異なるという設定であるため、 中にはひたすら戦乱が起きているシャード、極めて平和なシャードなどが存在し、いずれも独立して成長しているとされている。また、宝手の破片イコールシャアは、ウルティマの現実世界では、モンデーンの守護回収され、互いに影響し合わないように、クレーニンと呼ばれる魔法使いの手によって各地に分散、封印されていることになっている。ウルティマシリーズの舞台であるブリタニアが中心であるが、 この世界はソーサリアの二つの月の名に由来するトランメルとフェルッカと呼ばれる二つの平行世界に分かれている。トランメルが平和の世界であればフェルッカは戦乱の世界である。その他にもロストランド、イルシェナー、マラス、ノリユキ諸島、ハートウッドと呼ばれる世界がある。スキルシステムは本作最大の特徴の一つである。キャラクターの成長には 他の RPG によく採用されている経験値の取得によるレベルアップ性ではなくその技能にどの程度熟練しているかを数値で表示するスキル性が採用されている。魔法スキルならスキル値にあった難易度の魔法を実際に使うことによって魔法スキル値が上がっていき上級レベルの魔法の使用の成功率も高まっていく。剣術等の戦闘技術ならば熟練することで 命中率、回避率、与えるダメージなどが上がり、より強いモンスターと戦うことも可能になる。スキルには、戦闘に関したものだけではなく、資源を採取するための採掘や伐採、ものを作るための裁縫や単や、果ては、釣り、窃盗、地図解読といったものまで用意されており、取得したスキルの組み合わせにより、キャラクター育成の自由度は、 非常に高いものとなっている。また、それぞれのパラメーターの上限が低いため、キャラクターの性能という点だけでは、新しいプレイヤーが古くから参加しているプレイヤーに比べ、立ち打ちできないほど著しく不利になることはない。スキルシステムに並ぶウルティマ、オンラインのもう一つの特徴として、自由度の高い得意なインターフェースが挙げられる。プレイヤーを含むすべてのキャラクターの名前は、 特定の条件により色分けされて表示されており、ネームカラーはキャラクターの状況を示す重要な要素である。ネームカラーはキャラクターごとに独立しており、同一アカウントの別キャラクターに対する影響はない。ネームカラーはクライアントの設定で変えることもできるが、以下はデフォルトでの表記。例えば、ごくまっとうに生活しているプレイヤーキャラクターは青色で表示される。これは、 すべての一般プレイヤーキャラクターの基本形である。彼らはユーザー間では青ネームと俗称される。名前が灰色で表示されているキャラクターは殺しても罪に問われない存在である。これは洞窟をうろつく怪物や小さな子猫などの NPC のほか、つい最近犯罪を犯したプレイヤーキャラクターにも挙げられる。ただしプレイヤーキャラクターの場合は、 一定時間が経過すれば、青ネームイコール一般市民に戻る。彼らは灰色ネームと俗称される。たくさんの無実の人を殺しているキャラクターの名前は赤色で表示される。彼らは赤ネームと俗称される。赤色で表示されたプレイヤーやモンスターもまた灰色の名前のキャラクター同様に殺害しても罪には問われない。赤ネームや灰色ネームのキャラクターは 街の施設を利用できないなどのペナルティが発生する。その他、同じギルドに所属しているプレイヤーの名前は緑色、戦争相手の名前はオレンジ色、不死のキャラクターは黄色、運営に携わっているものは紫色などとなっている。プレイヤーは相手の名前の色を見定めて戦う必要があり、手当たり次第に攻撃することは無闇に死を誘発するのみである。また、 これとは別に、キャラクターの評判を示す、カルマとフェームという2種類の隠しステータスが存在する。カルマは、キャラクターの行いを示す数値である。具体例として、盗みを行ったり、善人を殺したり、邪悪なネクロマンサーの魔法を栄称するなど、悪とされる行いにより下がり、逆にモンスターを殺したり、困っている人を助けるといった全の行いにより上がる。以前はカルマが、 あまりに下がりすぎると赤ネームとなったが現在ではその仕様は廃止されている。またフェームは名声に関する数値である。フェームは強力なモンスターを倒すか赤ネームのプレイヤーを殺害するかもしくはバルクオーナーと呼ばれる生産者用のミニゲームを達成すると上昇する。何もしていないと自然に減少し死亡した場合にも下がる。このカルマとフェームの数値によって キャラクターの称号が決定される仕組みになっており、特にフェームが最多金になると、ロード、もしくはレディの名が、プレイヤー名の前に付くようになる。例えばキャラクターが男性で、名前がイーロならば、フェームが最多金に達すると、ロードイーロという名前となる。フェームが下がれば称号は消える。プレイヤーは、お金を稼いだり、冒険をしたり、他者と争う方法として、 武器や魔法を用いて戦うことが可能である。基本的な攻撃は武器による戦闘である。武器を用いた戦闘をするには、ペーパードールのピースボタンをクリックして、王に変更し、攻撃したい対象をクリック攻撃範囲に近寄ることで自動で戦闘が開始される。基本的に戦闘にはアクション要素はなく変数によって攻撃の失敗。 成功が確定される。また、接近用の武器では敵に密着していないと戦闘は始まらない。ただし基本的にプレイヤーよりもモンスターの方が若干強めに設定されているため、ただひたすら攻撃相手にべったりとくっついていただけでは、すぐに死亡してしまう。よって、時には一時的に離れるなどの戦略も必要である。もう一つの戦い方として、魔法による攻撃もある。 魔法の呪文が書かれたスペルブックを装備もしくは携帯した状態でスペルブックを開き映像したい魔法を選んで攻撃対象をクリックすることで発動する。しかし魔法映像中はほんの一瞬ではあるがほぼすべての行動が制限される。また魔法を映像するためのコストとして他の作品ならばマジックポイントの消費だけで効果を発動させることができるが 本作では、マジックポイントにあたる、マナの他に、飛躍と呼ばれる商品アイテムも同時に必要になる。飛躍は、基本的にフィールド上には切れたり魔法屋で売られており、魔法使いはこれを頻繁に補充しなければならない。つまり、魔法を使うには、魔力と共に、財力もある、程度必要となる。他の MMORPG では、ゲーム内の生活は、 戦闘が中心となっているが、ウオの場合は生産システムも同様に充実しており、衣服、料理、ツール、薬品、生活用品、武器、防具、家具、本、彫刻など、多種多様なものが生産できる。一部の素材を手に入れるのには、戦闘能力が必要な場合もあるが、同アカウントの他のキャラクターで戦闘を代用したり、他社から素材を買い求めるのも可能であるために、 必ずしも身を削って、生産だけで成形を立てる必要はない。また、家を持っている場合は、NPC 店員を雇い、それにアイテムを持たせて、値段を指定することで自らはその場にいなくとも、アイテムの販売が可能となっている。生産のスキルが向上してくると、稀に、高品質というタグのついた製品が作れる場合がある。このタグがついた製品は、 通常の製品よりも若干高性能である。また、定められた数値までスキルが向上している状態で、高品位の品が作られた場合、そのアイテムを作ったキャラクターの名前をアイテムに刻むことができる。ウオの初期では、翻訳が隅々まで行き届いておらず、高品質品のことをハイクオリティと表示していたため、省略して H 級品と呼ぶこともある。これらは、 ウスが導入されるまでは多数のプレイヤーに愛用されていたが、以降は安易に強力な武器が入手できるようになってしまい、急行品質品の需要は一気に捨てれた。特定の生産用スキルを身につけていると、街の商店に立ち寄った際にバルクオーダーと呼ばれるアイテムの取引を NPC から持ちかけられる場合がある。引き受けると、アイテムとしてバルクオーダーの証書が手に入る。 証書に指定されたアイテムを収めて取引を完了させればゴールドと共に名声と報酬アイテムを得ることができる。報酬アイテムにはルニックと呼ばれる特殊な生産キットが含まれており、ルニックを使うと強力な効果を持つ装備を生産できる可能性があるため、これを求めてバルコーダーを延々とこなすプレイヤーも多い。プレイヤーがアイテムを装備する方法は至って簡単で、 ペーパードールにアイテムをドロップするだけで装着できる。また、外す際は、ペーパードールから装着しているアイテムをドラッグして、剥がせばよい。装備品と一言でくくっても、いわゆる武器や鎧の他に、ステータスには一切影響のない洋服やランタン、松明といった、照明器具、釣り竿、採掘用のピッケルなど、戦闘とは、全く無関係のアイテムも装着することができる。 装備品の組み合わせは膨大であり、ほとんどの装備品は着色が可能であるがゆえに非常にキャラのファッションの自由度が高い。加えて、職業等によって装備できるアイテムの制限はほとんどなく、これも自由度の高さに拍車をかけている。ただし、拡張パックの適用状態やキャラクターの性別、種族、ステータスによる装備の制限を受けることもある。 現在の武器や防具など、いわゆる実用的なアイテムには、プロパティと呼ばれる特殊効果がついていることがある。プロパティは一つのアイテムにランダムで、複数付き、組み合わせによっては、莫大な効果をもたらすのが通常である。それゆえに、アイテムの性能にインフレが発生し、キャラクターが従来と比較して異常に強くなって、しまうという事態にもつながってしまった。拡張パック、 ブラックソーンの復讐以前のアイテムにもプロパティ効果はついていたが、その受ける恩恵は最高数値のものでも、ビビたるものであった。加えて、敵から奪えるアイテムに強力なものが含まれている可能性はとても低く、たとえ入手したとしてもアイテムの関係を行わなければ、アイテムの効果強度も推測しづらい上に、あらゆる性能を正確な数値として指認することはできず、 プレイヤーは非常にアバウトな情報のもとで戦う必要があった。プレイヤーキャラクターは死ぬと幽霊になり、メイン画面の表示が灰色になり、生前の肉体はその場に所持品と共に放置される。幽霊となったキャラクターは他の幽霊以外の誰からも姿が見えなくなるが、ウォーモードにするか、会話を試みると少女に姿を見せることができる。また、 幽霊の状態で会話を試みると、そのキャラクターの発した言葉はすべて少女には、おー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 といった意味不明な言葉の羅列となって表示されてしまう。幽霊の状態では、すべてのものに干渉できず、ドアは突き抜けて移動できる。生きているプレイヤーからは、基本的に認知されないため、姿を隠したまま会話を盗み聞きすることも可能である。幽霊から元に戻るには、 世界を放浪しているヒーラーと呼ばれる NPC の蘇生人化、蘇生の祠、もしくは他のプレイヤーによる復活魔法などの方法で再び肉体を得て現世に戻ることができる。ただし、一部の例外を除いて持ち歩いていたアイテムは以前の肉体に残ったままの状態となる。フィールド中にある空き地にはプレイヤーが家を建築することができる。ウオは、 好きな場所に自由にアイテムを置くことができるが、その辺の道端に置いておけば、誰かに勝手に拾われたり、一定時間で自動的に消滅してしまうが、自宅ならば、ロックダウンコマンドで指定することで、誰にも取られず、腐って消滅することも防ぐことができる。住宅を利用すれば、家の中に家具を置いたり、花や絵画を飾ったりなど内装を楽しむことが可能である。また、家具の中には、 実際にアイテムを入れることができる。アイテムの種類によっては色を染めて変更することができるので、うまく組み合わせて積み重ねることで様々なマスコットを作ることが可能である。有名なものでは、アイテムを積み重ねただけでガンダムなどを作ったプレイヤーも存在する。家の内装は奥が深く公式、非公式合わせ、家や内装のデザインコンテストも 頻繁に行われているほど人気のあるシステムであり、魚独自の大きな特徴の一つとなっている。建築は平坦な地形で周囲に障害物がない場所でなければならない。建築に適合する土地であっても、設置にはコツが必要である。また、建築に適合するだけの広さがあっても、道の上に住宅は建築することはできず、もしも、 そのような場所に建物を建てた場合、サーバーの管理者によって削除されることがある。基本的に、不動産はいずれかのサーバーに一つだけしか持つことはできず、他の場所やサーバーに新たに住宅を建築すると、それまで持っていた建物は強制的に所有権を放棄させられ、しばらくした後に自動的に消滅する。また、ゲームに課金せずに数ヶ月放置することでもいえば、 消滅してしまい、それまで設置してあった家具などはすべて地面に落ちて、誰でも拾えるようになる。住宅を持っていたプレイヤーは、多数の資産を家に保管するのが、通常のため、このシステムを利用して腐敗する家からアイテムを、奪うという通称、鎖待ちと呼ばれる墓荒らし的な行為をするプレイヤーも、多い。住宅は、クラシックハウスとカスタムハウスの2種類から選んで設置することができる。 マップを移動する手段は、徒歩を含めていくつかの方法が存在する。説明するまでもなく、基本的な移動方法である。通常は、徒歩で移動することになるが、自分に所有権のある、軌乗生物を持っている場合、近づいて、ダブルクリックすることで軌乗することができる。軌乗中は、乗り物の種類に関係なく、徒歩よりも速いスピードで移動することが可能である。 乗り物には、馬やラマなどの現実に存在する動物も含め、ドラゴンや巨大な犬など、ファンタジー系のクリーチャーを乗り物として使うことができる。機上生物には様々な種類が存在するが、基本的な移動速度などは変わらない。また、機上生物にもプレイヤー同様にステータスが設定されており、あまり酷使するとスタミナが切れて走れなくなる。こうなった場合、 しばらく休ませるか、その動物に適合した食べ物を与えることで再び走れるようになる。また、気上生物の中には条件を満たすと、雷を放ったり乗り手の毒を解除してくれるなど、特殊な行動を起こすものも存在する。これら生身の気上生物とは別に、エセリアルと呼ばれる気上生物が存在する。これは、普段は、プレイヤーのカバンの中に格納できる。 半透明の乗り物で、いつでも呼び出して乗ることができる。降りるか、起乗した状態で、プレイヤーが死亡すれば、自動的にカバンに戻る。このエセリアル動物は、ウオを長期にプレイしている、ユーザーだけに与えられる報酬である。ガーゴイル族特有の能力。起乗できない代わりに、自らの翼で飛行することにより、高い機動性を得ている。また、 この飛行能力がなければ通れない場所もいくつか用意されている。本シリーズを象徴する要素として、ムーンゲートと呼ばれる施設がある。これは、世界各地の要所点にある青いエネルギー物質で、触れると別の場所へワープすることができる。ウルティマオンライン初期では、旧来のシリーズを踏襲して、同世界にある二つのガツ、トランメルとフェルカの道欠けの影響を受けて、時間で、 ワープのリンク先が変わるというものだったが、現在では自由に行き先を決めて好きなムーンゲートに移動することが可能である。また、各地にはこれらとは別に行き先を選択できない完全固定リンクのムーンゲートも存在する。以前にはムーンストーンという地面に置くと、フェルッカとトランメルの同座標に互いに行き来できるアイテムが存在していたが、チャンピオンの導入によりフェルカの T に H 行きへの ダイレクトでの移動を制限するために廃止され、現在入手できるのは、プレイヤー間の取引のみとなっている。船を購入すれば、海に浮かべて、実際に登場し、大海原を移動することが可能である。魚の世界は広大であり、ムーンゲートですら繋がっていない土地もいくつか存在する。そうした土地に上陸するには、船を用いる、以外の方法はない。 魔法による移動にはいくつかの種類と方法がある。ウルティマオンラインではいくつかの条件で、プレイヤーとプレイヤーの戦闘が容認されている。プレイヤー同士の戦闘は、アイテムやキャラクタースキル以上に、プレイヤー個人の技術が強く影響するため、プベパーと呼ばれる専門のプレイヤーが多数存在している。基本的に大半の PVP は、フェルカと呼ばれる世界でのみ容認されているが、 その他のエリアでも条件を満たせば第三者に攻撃を仕掛けることが可能である。最もポピュラーと言える PVP の一つ。フェルッカなど他者へのネガティブな干渉が許されているエリアで他のプレイヤーにダメージを与えて殺害すると殺人カウントが累積、カウントがこうになると殺人者として認定される。殺人者は名前の表示が初期設定では赤くなるため、俗に 赤ネームとも呼ばれる。殺人カウントは1ポイントにつき40時間ゲーム内で消化しないと消えない。殺人者はどこにいても誰かに攻撃される可能性があり、たとえ殺害されても殺害カウントを相手に入れることはできない。また、殺人者に対して回復、蘇生などのサポートをすると、サポートしたプレイヤーも犯罪者となる。以前では殺人者や 犯罪者は街中に侵入するだけで警備員を呼ばれ、即死する仕様であったが、現在では、殺人者であっても、街中で新たに罪を犯さなければ警備員に殺される、ことはなくなっている。ただし、銀行や商店など NPC の店では取引を拒否、されてしまうため利用できない。また、過去も現在も殺人者や、犯罪者は、一般的な蘇生施設を利用できず、一部限られた。 状況下でのみ蘇生が可能となっている。派閥システムは現在では廃止されており、加入等は不可能である。以下は派閥システム実装当時の解説である。フェルカ限定で導入され、プレイヤーは4つの大きな派閥のいずれか1つに所属すると、他派閥に所属するプレイヤーに対して攻撃を行うことが可能となる。また、 専用の装備や軍馬と呼ばれる特殊な乗り物を使うことができるようになる。また、町の支配権を有する、シギルと呼ばれるアイテムの争奪戦を行い、一定時間しぎるを自派閥の拠点で防衛することで、その町を支配することが可能となる。町の支配に成功した場合、その派閥は以下のような様々な恩恵を得ることができる。他派閥プレイヤーを殺害すると、 キルポイントを取得しその数値によってランキングが公表される。プレイヤーは一定の条件を満たせば派閥指揮官になることができる。派閥指揮官になれば財務官や保安官の任命、派閥全体の税率の決定、シルバーの送金などの特権が与えられる。4つの派閥プレイヤーは気の合うプレイヤー同士で仲間を募り、ギルドという集会を結成することが可能である。 基本的には単に仲間意識を高めるためのシステムであるが、このギルドのシステムには戦線復刻と受理を行える機能も組み込まれており、互いに同意をした上で戦闘をすることができる。戦争状態となったギルドメンバーに対しては、どのエリアでも合法的に攻撃が可能となり、殺害数と被殺害数の累計データなども参照できる。 フェルッカのジェローム島にあるいくつかの囲いで区切られた場所はピットと呼ばれ合意の上での1対1の対人戦を楽しむ場所として利用されている。そこでは公式ではないもののいくつかのルールが存在し無秩序な戦闘は許されていない。他の MMORPG でもゲーム中の問題解決のために実際にゲームに参加し、 質問や問題の払拭を試みる専用スタッフがよく見られるが、ウオも他のゲームと同様にゲーム内でサポート業務を行う専属スタッフが存在する。サポートスタッフには様々な種類があり、大きく分けてゲームマスター、カウンセラー、シーアー、コンパニオンに分類する。ゲームマスターは運営会社の正式サポートスタッフでシンクのローブをまとう。 なおゲームマスターには2種類あり、ゲームマスターとインタレストゲームマスターになる。ゲームマスターには、ゲーム内で緊急を要する事柄や、ゲーム内の規律に関する事柄を扱い、一般ユーザーが会う可能性はある。インタレストゲームマスターはほとんどウルティマオンラインの、ゲーム内には出現しない。またボランティアプログラムというのが、ウォーには存在する。カウンセラー、シーア、コンパニオンは、 一般ユーザーがある程度の研修を受け、またある程度の権限を受けたボランティアスタッフである。この中でシステムによって呼び出せるのはゲームマスターとカウンセラーだけであり、カウンセラーで対処できない事例についてはゲームマスターが別途呼び出されることもある。各ボランティアごとにイベントが開催されている場合もある。現在は日本シャードのみボランティアプログラムが存在する。 シーアはゲーム内イベントの企画と実行のみを行っているボランティアユーザーでサポート業務は一切行っていない。また緑系統のローブをまとっているがボランティアフェアなどでしかその姿は見られない。カウンセラーはプレイヤーからのヘルプコールにより呼び出されゲームのアドバイスや一般的な情報を伝えることを目的として活動するボランティアユーザーである。各地にある カウンセラーホールにいることもある。また GM サポートによる結婚式の牧師なども行うことがある。彼らは青系統のローブをまとっている。リードカウンセラー、シニアカウンセラー、カウンセラーの3種類がある。なお、パブリッシュ33からカウンセラーは初心者プレイヤーからも呼び出すことが可能となった。コンパニオンは 初心者プレイヤーに助言を行うボランティアユーザーで、初心者プレイヤーのもとへ、一方的にやってくるか、特定の地点で待機している。初心者プレイヤーから呼び出すことはできないが、出会えば、基本的な操作方法などについて解説してくれる。また彼らはヘイブン8特学校で授業なども行う。上位コンパニオンだけローブをまとっている。シニアコンパニオンとアークコンパニオンの2種類で、 前者は金色、後者はプラチナ色のローブである。なおコンパニオンホールは各シャードごとに装飾が異なる。日本シャードでは1999年11月16日にコンパニオンプログラム導入予定のアナウンスがあり、2000年4月にコンパニオンプログラムが発足した。なお、このボランティアプログラムは2011年2月11日に 日本公式サイトにおいて終了が突然アナウンスされ2011年2月28日をもって日本シャードにおいて10年以上続いたボランティアプログラムは幕を下ろした仮想世界の構築においてワールドシミュレーター的な要素が盛り込まれている伝統的な RPG ではアイテムの価格は固定されており本作においては需要と供給により アイテムの価格が変動する。多くのキャラクターが購入するアイテムは価格が上がり、多くのキャラクターが売却するアイテムは価格が下がる。これにより過剰在庫を抱えた街で品物を安く仕入れ、それを品不足の街で高く売り利益を得ることができる。また、このことはアイテムを売買する商人、商人をモンスターから守る護衛、商人のアイテムを狙う強盗。 といった、多種多様な遊び方をプレイヤーに与えていたが、このシステムは後にバグか、仕様変更によって、その動作を停止している。モンスターや動物たちは、あるバランスを持って生息している。モンスターの数が減れば、その分動物の数が増え、肉食動物の数が減れば、その分草食動物の数が増える。逆に草食動物が減ると肉食動物の数も減り、モンスターの数が増える。 このシステムも、蒸気同様、バグか、仕様変更によって動作が停止中である。NPC は雄弁である。得の高いキャラクターが近づけば挨拶し、得の低いキャラクターが近づけば罵倒する。幽霊を怖がり、周辺の会話に反応する。職業により一定の知識が設定されており、自分の職業に関すること、人名、地名等の固有名詞に反応を示し、 簡単な会話が可能である。また、買い物をするときには、他の RPG ならば、NPC を選択して語りかけ、商品を売り買いするウィンドウを開くのが一般的だが、本作の NPC と取引をする際はチャットで、ベンダーバイ、ベンダーセルと発言しなくてはならない。ただし現在のバージョンでは、取引相手をクリックして、取引ウィンドウを表示させる機能も盛り込まれている。 NPC もプレイヤーキャラクターと同様にステータスを持ち、彼らを襲いアイテムを奪うこともできる。本シリーズは度重なるバージョンアップと改変で、初期と比較してゲームバランスやシステムそのものが根幹から変更された部分が多い。最初級を拡張パック LBR までのゲームバランスは一貫してリアリティ路線を追求していた。武器や鎧には、いわゆる 伝説に語り継がれているというような品は全く存在しないといって過言ではなく装備品は基本的にとのプレイヤーが制作したアイテムに頼るのが基本となっていた。また最初基盤のスキルの上昇も周囲の人間が音楽を奏でれば自分も釣られて音楽のスキルが上昇するなど周囲の環境が自身の能力に変化をもたらすという 非常に現実味を帯びたシステムであった。LBR 以前最大の特徴といえば、プレイヤーに与えられたすべての情報が極端にアバウトであったことも挙げられる。例えば、攻撃相手の体力を知るには、相手のライフバーを見るしかないが、具体的な数値を知ることはできない。アイテムをクリックしても、武器の具体的な強さを知る方法はないし、アイテムを生産するにしても、 どの程度の確率でそのアイテムを作ることができるのかも知ることはできなかった。拡張パック薄囲後のウオのゲームバランスは一変して数値を全面に押し出す形式となった。敵を攻撃すれば与えたダメージがポップして表示されるし、アイテムを生産しようとすれば詳細に作成成功確率が表示されたり、それがどのような効力を持つアイテムでどのように使えば良いのかと、 今までとは逆に過剰なほど親切なヘルプシステムが搭載され、新規のプレイヤーもより遊びやすくなった。装備品も従来のようなプレイヤーが制作したものをプレイヤーが振り回すというより、敵モンスターから奪ったアイテムを少しずつ上位品に乗り換えてキャラクターを強化して行き、最終的には、 強大なボスクラスモンスターを倒して伝説の武具を手に入れるというモンスターとの戦闘をメインに据えたゲームバランスに移り変わっていく。すなわち現在のウルティマオンラインはワールドシミュレーターという側面よりもゲームとしての側面がより強く押し出された状態となっている。しかし一方でこうした度重なる詳細化とワールドシミュレーターから ゲームよりへの改変が繰り返されるごとに、旧来のユーザーが少しずつ離れてしまうという弊害も発生した。ウルティマオンラインのゲームクライアントは現在までに3種類のバリエーションが存在する。1997年のサービス開始以来、これまでに8つの拡張パッケージと1つのブースターパックが発売されている。最も新しい製品は2010年10月に発売された。 ゲームはいずれ全部オンラインゲームになる 4gamer.net ハット MMORPG 元祖の新たな歴史が始まるゲームウォッチハット相当古いオンラインゲームの歴史 OCN ゲームハットウルティマオンラインサムライエンパイアーインタビューパート 1P3 参照 We also 幅ベリーアクティブアンドラージジャパニーズオーディエンスザットメイクスアップオルモス l ハーフオブアワーサブスクレイバース 現在では通常、シャードに一つ、ハードコアシャードに一つで、計二つ所有することができる。リチャード・ギャリオットは、トランメルとフェルカの導入については、最後の最後ですべきものであり、時期尚早であると、反対していたという元 GM 覆面座段階では、プレイヤー層が大きく変わったと語られている。ありがとうございます。